異例のセンドラーは、ポーランドの事前活動家。第二次世界大戦中は、ポーランド地下国家と、反、ホロコーストレジスタンス、ジェゴタの活動家。2500人にも上る、ユダヤ人児童を見つからないように、ワルシャワゲットから連れ出し、偽造書類を作成したりゲットの外の個人や、グループの家にかくまったりすることにより救出する、活動を行った。カトリック教徒。 1910年、ロシア帝国支配下のワルシャワで、双方とも、ローマカトリック教徒であった父スタニスは福祉ジャノフスキとカーヤ・ニーナの間に生まれた。両親は他人に対し民族や、社会的身分にとらわれず、敬意と愛情を向ける人物であった。父親は1917年のチフス大流行の最日誌として、ワルシャワ近郊の町で、 ユダヤ人をはじめとする貧しい人々の治療に当たっていたが、自身も同じ病で命を落とすことになった。亡くなった父親は、娘にもし溺れている人に出会ったら、たとえ泳げなくとも助けようとしなさいと言い残したという。イレーナは成長すると、ワルシャワ大学文学部で、ポーランド文学を専攻した。ポーランド独立運動の投資かつ指導者であったユゼフ。 ピュース付き率いる社会民主主義政党、ポーランド社会党の党員であった父親の影響で、イレーナも社会党に入党。第二次世界大戦前のイレーナは、ソーシャルワーカーとして活動した。ナチスドイツがポーランドを占領していた第二次世界、大戦中、センドラーはワルシャワに住み、社会福祉局に勤務する。ワルシャワゲットが作られるよりずっと以前から、 ユダヤ人を援助する活動を行っていたセンドラーは、戦争中も彼らの支援に取り組むことになる。ユダヤ人を援助することは大変危険であった。ナチスドイツの占領下にあったポーランドでは、ユダヤ人をかくまっているのが発覚した場合、かくまった本人だけでなくその家族もろともみなしに、された。これは、ナチスドイツ占領下にあったヨーロッパ諸国の内ポーランドにのみ適用された。 厳しい措置であった。1942年12月、ゲットの外にいる非ユダヤ系のポーランド人たちによる地下秘密組織ユダヤ人救済委員会の児童関係部門が設立された。センドラーはこの部門の長に任命され、約20人のメンバーを組織し指導した。社会福祉局の職員としてセンドラーはワルシャワゲットに出入りする権限を与えられ、ゲット内で チフスの兆候がないか、あるいはナチスが警戒する活動が行われていないか、チェックする仕事をさせられていたが、その立場を利用して、センドラーは、ゲット内での支援活動を展開することになる。ゲット内では、ダビデの星を身につけていた。これは、ユダヤ人との連帯を示すためであり、ゲット内で活動する自分を目立たなくさせるためで、あった。センドラーは、 中央福祉協議会と関連するワルシャワ市当局の児童関係部門とも協力していた。ナチスのユダヤ人に対する政策、行動、強制収容所への連行を受けて、センドラーはゲットから子供たちを脱出させる活動を組織した。箱、スーツケース、手押し車などに子供たちを入れたり、スカートの中に隠したりして、数多くの子供を連れ出すことに成功した。 ユダヤ人の子供たちは、ポーランド人家族、マリアの家族の姉妹たちワルシャワ個人ン、トゥルコビツェやホトムフにあるカトリックの修道院に、かくまわれた。教区司祭の館に送られ、そこからさらにどこかへ送られてかくまわれた子供たちもいた。センドラーは子供たちの名前を書いたリストを、陶器の瓶に隠して、リンゴの木の下に埋め、子供たちの本名などの情報と、 偽名などの新しい情報を保管していた。センドラーは1943年にゲシュタポに逮捕された。強制収容所に入れられ、口を割らせようと幾度も拷問を受けたが、活動内容を明かすぐらいなら迷わず、死を選ぶと沈黙を守り通し、助けた子供たちの名前を明かすことはなかった。その後死刑宣告を受けたが、 ゼゴタガコへのドイツ兵に賄賂を渡し彼女の解放を取り付けることに成功する。解放された彼女は腕や足をへし折られて意識を失ったまま森の中に放置されていた。公式にはセンドラーはナチスドイツが出した広報の中にある処刑された人々のリストに入っている。その後センドラーは身を隠しユダヤ人の子供たちを援助する活動を続けた。 助けられた人々は自分たちのことをセンドラーの子供たちと呼んでいるという。1965年、センドラーはイスラエルのヤドバシェムホロコースト記念館によって諸国民の中の正義の人に認定され、これは彼女が共産党政府から渡航許可を得た1983年に送られている。また、イスラエル教会からは騎士十字勲章を受けている。2003年、 ローマ教皇ヨハネ・パウロ二2世は、センドラーに新賞を贈り、戦中の献身的な活動を称賛した。2003年10月10日、異例のセンドラーは、ポーランド政府から、白ワシ勲章を授けられた。これは、民間人に贈られる、最高位の勲章である。また、ワシントンのアメリカ・ポーランド文化センターから、ヤンカルスキネ願いと勇気の章を贈られた。 2007年3月14日、センドラーはポーランド上院から表彰された。そこでポーランド大統領リフ・カチニスキは彼女はノーベル平和賞に値すると述べた。センドラーは97歳になっており表彰式のために養老院を出ることができなかったが代理のエルジュビエタ・フィコフスカがセンドラーの声明を読み上げた。フィコフスカは戦中にセンドラーが救った。 ユダヤ人の赤ん坊のうちの一人であった。センドラーは、ジェゴタの児童関係部門の最後の生き残りであった。彼女は、活動に関わった他の仲間たちが長く生きられず、栄誉を受けることができなかったことが、自分の心に影を落としていると述べている。センドラーは2007年、ノーベル平和賞の候補者となったが、賞は元アメリカ副大統領で、気候変動に関する。 政府官パネル主催者のアルゴアに送られた。異例なセンドラーは、生涯最後の一連のインタビューの中で次のように述べている。英雄という言葉で呼ばれることに私は大きな抵抗を感じます。実は私はその反対なのですから。私はほんの少しの子供たちしか助けることができなかったことで両親の葛釈に苛まれて生き続けているのです。第二次世界大戦前。 イレーナは、ドイツ系の性を持つ、ポーランド人、ミエチスワフ・センドラーと結婚。ポーランドにおける女性の性の表記法に従って、イレーナ・センドレ・ロバとなったが、ミエチスワフとは、戦後に離婚した。その後、戦争中に、地下抵抗組織、ジェゴタデ同士であった、ポーランド人、ステファン・ズグジェムプスキと再婚して、イレーナ・ズグジェムプスカとなり、二人の息子と一人の娘を設けている。 つまり、センドラーとして知られている性は、最初の結婚の時のものであり、チェゴタの活動中はこの性であった。1999年、アメリカのカンザス州ピッツバーグ在住の高校教師、ノーム・コンラットは、自分が教えるカンザス州、ユニオンタウンの学校の生徒に、異例なセンドラーについて調べさせた。生徒は、その調査に基づき、センドラーが、 ユダヤ人の子供たちのリストを隠しておいた瓶にちなんで、センドラーの英雄的な行為を再現する舞台劇、瓶の中の命を書いた。2009年5月現在、カンザス州をはじめ、アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパの240カ所以上でこの劇は上演されている。2006年、カンザス州は3月10日を異例なセンドラー記念日に制定した。 ノンフィクションライターの平井美穂が2008年11月に長文社より出版。自動書。ありがとうございます。